フィルダーパズル。なんだこれ。調べられない。水入れりゃいいのかな、ここに。よいしょっと。お前ふざけんな、何邪魔してるの。ドラキング。無勢が、この野郎。お、これでいいのかな。綺麗な水入れだけど、汚い水じゃなくても大丈夫と。簡単だね。ヒントとか何もないっつうのがね、ちょっと怖いけど。これでクリアか。小さなメダル何個今 ?4 つくらい集めたかな。お、絶対なんかあると思ったんだよね、この上。これ命の木の実とかじゃない？カモン、ほらね、来たこれ。やったぜ。風車の周りとかそういえば調べてなかったもんな。高いところから見上げて他の上にはなさそうだね。こっちの奥とかそういえば行くって言ってなかったよね。この奥。お、あ、オオネズミがいる？うわ、なんかめっちゃいるんだけど。あ、オオネズミじゃねえよ。なんだ？看板か何か。よいしょっと。あ、クソ雑魚。何これ？え、読めねえんだけど。あ、これもアイテムってこと？よいしょっと。イエー！トーセンボネズミ！かわいい。これはトーテンポールとは関係ないのかな？でっていうだよね。お、ひらめいた。新たなレシピを広めて、これでトーセンボネズミが出来上がると。あ、これもしトーセンボしているオオネズミの人形。モンスターがさ、進行してきた時に、これ置いとくと、トーセンボしてくれるとか、そういう役目があるとかじゃないのかな。それだったらすげえ便利なんだけどな。お、トゥッドゥルーって、なに ?BGM めっちゃかっこよくなってんじゃん。すごいやだって持ってきたよ。ミミミー、おかえりアビブ。退治に力を与える手がかりは、つかめた？つかめたよ。ピミ、君が持っているのはまさか花の種。10個しかなかったけど、ちゃんと実を結んでくれるかな、これ。へえ、チェコちゃん、あ、来た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 。アビブさん、三色島から花の種を見つけてきてくれたんですね。島では何があったんですか？大したことなかったよ。わざわざ取りに行く必要もなかった。なるほど。オオネズミの長老さんが、やっぱり花の種こそ大樹に力を与える方法だったんですね。そんなこと言ってたっけ？それにしても、島の人間とオオネズミとリリパッドに迷惑があったなんて驚きました。みんなが花の種を残してくれたおかげで、こうして新たな大樹を作れるんですね。ネズミとリリパッドはわかるけど、人間がその確保してた一つの花ってのは誰が確保してたんだろう。今の設計図が出来上がったら、早速白い花の種を咲かせて、大樹に力を与えてあげましょう。と、その前に、まずは設計図を完成させなきゃいけません。建築は私たちに任せてください。もう終わってるってだから。完成したところにアビブさんの手で命の原木を設計図の場所に置いてくださいね。まだ置かない方がいいのかな、あれ。最後に置くように今削っといた方がいい。これで達成と。じゃあ削っとこうかな。これ削っとけば、よいしょと。イベントも起きるでしょう。命の原木。さあ、じゃあ、当選簿。これ星ついてるからレアなのかな。かわいいな。これを雨水また喋る感じなの。いつもこっちからウェーブで来るから、ここら辺に当選のネズミ置いとこうか。来ちゃダメでちゅって。あれ？置けない。よいしょ。BGM がかっこよすぎんだよ、これ。当選簿ネズミ。さあ、じゃあ、ミミズ、ちょっと壊さないでよ、そこに穴開けたりとか。ミミミ、アビブ、君が命の原木を置いてくれたおかげで、一つ目の設計図、あれ、俺取ったんだけど。よし、それじゃあ、次は白い花の種を咲かせて、大樹に力を与えましょう。枯れ木に花を咲かせましょう。ミンミン、楽しみだな。長いミミズ星の中でも、花を見るのは僕も初めてだ。ミミズ星ってすげえ言いづれんだけど。種を植える場所は、畑じゃダメだよね。うん、アビブさんが最後に置いた命の原木の周り。ああ、その草の部分にやれってことね。では、アビブさん、命の原木の周り、4箇所に白い花の種を植えてください。わかりました。じゃあもう一回命の原木つけなきゃいけないのね。生えるかな？よいしょ。ああ、すごい。盛り上がって、2、3、4。これでいいの？どれくらい時間かかるんだろう？わあ、一瞬で花が咲いたよ。マジックレベルじゃねえかよ。すごいね。あ、だ、お前せっかく花咲いたのに何掘り返してんだよ。お前ふざけんなよ。すごいやー。ミミミ、ありがとう、アビブ。種から白い花を咲かせてくれたんだ。お花ってすごく素敵です。小さくて可愛くて、それでいて力強くて。カボチャ栽培してる時に花なってたじゃん、普通に。ほら、今もなってるよ、奥側に見えづらいけど。お前たち、泣いてやがるのか。まったく、大げさだな。初めて見たんだから感動するわな。だって私たち、初めてお花を見たんです。だから、らしくて。よかったね、ジャコちゃん。いつか花束いっぱい君にプレゼントするよ、誕生日に。おー、なんか光、奉仕みたいなのが。おー、なんでしょう、今の光は。
なんだかお花が輝いて、これが浄化してくれるのかな。ミミミ、これで大樹に力が宿っとるかもしれないね。うーむ、それにしてもハーゴン教団の信徒だった我が輩たちがこんなものを作ってしまうとは。我が輩たちも立派なビルダーということだ。我が輩はビルド町長としてこの地を治めるぞ。君たちまだ一回も仕事してないけどね、ビルダーになってから。あー、そっか、俺がこうやって頑張って作らなくてもみんなが作ってくれたんだよね、ここまで多分。うん、なんだこの地、またボス。これ心この土地で壊されたらどうしようもねえよ。おおお、まさかの浄化の光、よかった。これで毎回毎回身を壊す手間が省けたと思ったら範囲が狭いぞ。肝心の畑まで行ってねえじゃん。ちょ、このあったかい光は何、ドルトンがなんか出したわけないじゃん。ドルトンが出したって言い方やめろお前。ぬぬ、自覚はなかったが、ひょっとして我が輩の秘めとる力だ。すごい力をお持ちなんですね、ドルトンさん。ははは、バカ言え。あの花が大樹に力を与えたってことだろ。じゃあ3つの3種類の花をここにやれば全体を覆ってくれるってことかな、この島。うひゃー、なるほど、それでオーラ的なものが出たってわけっすね。キャー、すごい、この調子でバンバン大樹に力を上げて、やばいの完成させちゃう。薬みたいに言うのやめて。これで OK と。じゃあ次の島はおそらくリリパッドのいたところの岬から行くやつだよね。それじゃあアビブさん、早速新しい大樹を完成させるための続きの設計図を書いてください。続きは君たちが作ってよ、頼むぜ。ドドーンと思い切ってとびっきりの設計図をお願いしますね。頼むぜ。中盤からってことか、相当高くなるよこれ。俺の家よりも全然でかくなるのかな。ベランダからの景色が、日照券とかちゃんと仕事してよ、お願いだよ。せっかくのベランダが日当たり悪くなったら洗濯物とか干せなくなっちゃうし。さあこれでよっぷれひゃーん、オッケー、タイツの設計図2を描いた。全然見えないよ、上の方。うわぁ、なんじゃおりゃ。木の階段とかこれで乗っけど、大木の樹皮630だって、めっちゃ使うやん。命の原木は最後に俺が置くから、ブロック入れなくても大丈夫だよね。草原の土も俺が使った分を引いたら4つ残ってたし大丈夫だし。じゃあ収納箱には入れなくて大丈夫かな。とりあえず入れとこうか。もしかしたらの可能性もあるし。君たち、茨の上に乗らないでお願いだから。うわーすごいじゃない、アビブ。続きの設計図が描けたのね。ワン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 、ジャマルかわいい。キャー、この設計図もみんなで組み立てちゃおう。今の私たちなら楽勝って感じだよ。組み立てるための素材はもう全部収納箱にありますし、私たちだけでも建築を進められますわ。高いところから落ちたら危ないから気をつけてね、君たち。建築は私たちに任せて、アビブはアビブにしかできないことをやってよね。わかった、頑張る。あの町民がすげえ渋い顔してる。名前つけてあげたいの。我らはビルダーとして精一杯アビブさんの設計図を作ります。さあやりましょう。えいえいおー、なんかいいじゃない。早速ダメージ受けてるし。お前ここに近づかないでお願いだから。さあ次はどうするんだろう。次のミッションは誰だ。お、やっぱミミズンか。ミミズン、すごいアビブ、体重の設計図の続きをかけたんだね。これは超ミミズの僕にもできないよ。設計図の組み立ては引き続き我が輩たち、あ、誰と思うこれ。我が輩たちに任せておけ。お主はお主にしかできることをするのだ。わかった。それじゃあアビブさん、3種類の羽の種のうち2種類目の種を探してきてもらえませんか。場所はどこ。ミミミ、三色島のもう一つなら僕場所を知っているよ。まずワープで多くのトマト農園に行くんだ。あっちの奥だよね、やっぱりまっすぐ行ったところの。湿地帯を抜けて東に岬がある。その先の小島にきっと花の種があるよ。詳しくはトマト農園の奥さんに聞いてみてね。わかった。ではアビブさん、風のマントを使って花の種を探してきてください。オッケー。もう いろんなとこ行ってんな。行ってる間に作ってくれっかな。なんかカン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 言うてる。あ、すごい、ちゃんとビルドしてる。すごいじゃん、俺より仕事が早いんだけど。お前そこはもう終わってるよバカ野郎。うわすげえ、早え早え。ちょっと優秀すぎない君たち。俺よりもビルダーとしての才能があるんだけどこいつら。やべえな。じゃあ行ってる間にもうほとんど完成してそうだね。じゃあ先進みますか。ワープでトマト農園だっけ。長押しでトマト農園。多くのトマトもよく話しかけるね。結構メインサブキャラみたいになってるね。メインサブキャラっておかしいな。サブキャラの結構メインで出てくる人みたいな。こんにちは。一生トマト農園にトマトは咲かないけれどずっと見つめてるね。おうおう、お前たち、今度は何やってんだ。まさかと思うが、エスパーかよ、お前は。なんでわかるの、毎回。
湿地帯を東に抜けるとその向こうに三色島の一つがある。湿地帯を抜け切って海にぶつかったら海に向かって左にずっと歩いていけ、湿地帯を抜け切って海にぶつかったらずっと左ね。その先にある岬から飛べば三色島の一つにきっとたどり着けるぜ。わかった、ありがとうございます。もう同じことを繰り返してるだけじゃん。わざと話す必要あるのかな。うわでも結構広いじゃんこの島。名役の黄色い花は草木の微笑み。微笑みは岬よ、岬に、この先の地に。行きますか。ほっ、またあの、マーゴンだっけ、あの海の敵。あいつにぶつからないようにしないと。怖い怖い。マジトラウマになるから、あれ。さあ、これで、よいしょっと。これは花じゃないのかね、この青いやつは。さあ、こっちの奥に。今度はリリパッドかな。うわ、なんか流れてるね、滝みたいなのが。へぇ、汚ね水だけど。お、なんか看板があるのか。帰れ帰れ宝を守れって。底なし沼につき、遊泳禁止だって。あ、潜ったら大変なことになるって感じかな。さあ、どこにいるの敵。あー、結構たくさんいるね。え、こいつら全員倒さなきゃいけないの。名役はどうなったんだよ、名役は。うわ、クソめんどくせえな、倒すの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よっこいしょ、よいしょ、しろく頑張って。よいしょ、おー、いいね。強い。オッケー。クソザクグ。シドウくんどっか行っちゃったんだけど。あいつどこ行った。俺一人で全部戦ってんじゃん、この野郎。このしびれがめんどくせえな。よいしょ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 い。オッケー、残り3匹。うるしゃい、オッケー。残り2匹。お前かこの野郎、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 この野郎。やっと戻ってきた。で、残り1匹どこだ。お、倒した。シドウくんが奥の倒してくれたのかな。ナイス、素晴らしいコンビプレイ。よし、魔物どもを倒したな。同じような顔で喧嘩しやがって。うおー、お前たち4人切るぜ。どこ？お、助けてくれた、礼をする。さあ、こっちだ、俺のところに行け。だからどこだよ。見えねえんだけど。あー、いたいたいた。話しかける前に倒しちゃったのかな。こんにちは、あなたがリリパッド族の島の長。ちっちゃいね。でもうおー、ありがとう、アローインプたちを倒してくれて助かったぜ。あいつら顔色が悪かっただろう。君も十分悪いよ。あのアローインプたちはハーゴン教団の息がかかった連中なんだ。名役の花の種を奪われなくてよかった。こんな野ざらしにしてるの、名役なのに。もっとさ、隠すとかしてよ。それでお前たちどうしてこの島に。その名役の花の種をもらいに来たの。お前はビルダーなのか。新しい大樹を作るつもりなんだな。だったらこの宝箱の中にある黄色い花の種を持っていくといい。その中にこそ名役の種がある。新しい大樹が完成すればご先祖さんもきっと喜ぶ。さあ、遠慮せず持っていきやがれ。あざっす。で持ってきますね。これ、あ、そっち向きだったか。で、黄色い種をゲットと。意外にすぐ手に入るね。もっと一つ一つの島で大冒険が待っているのかと思ったけど、結構簡単に手に入ってよかったわ。ああ、それがチャゴの言ってやがった花の種だな。よし、リリパッドに話を聞いてから農園に戻ろうぜ。もう一回話聞かなきゃいけないの。よいしょっと。はい。全くとんでもない奴らだぜ、ハーゴン教団の連中は。奴ら、この島がものづくりで栄えているのを見て、大樹を破壊しやがった。それだけじゃねえ。大切な大樹を鎖風を吹かせる破壊の木に変えちまいやがって。もう変えたって時点でビルダーとしての力もありそうだけどね。そして教団がそれをビルダーのせいにしやがった。それを教えとして説いていたってわけか。なるほどね。だけどもな、人間があんなにコロッと騙されるとは、昔からそういう教育をされていた人たちはね、そうなっちゃうよね。仕方ないよ。ああ、迷惑の相手がハーゴン教団なんかに騙されるなんて、情けないったらありゃしないぜ。さあ、じゃあ、これでリリパッドの迷惑の方も OK と。人間の最後の人間の迷惑っていうのは誰が守ってんだろうね。どこにあるんだろう、しかも。もう飛んでいけそうな場所なさそうじゃない？岬なんて他にあったっけ？さあ、これで、どこ、おー、すげえ完成してる！やったじゃん。ミミミミミーン！黄色い花の種を見つけてきてくれたんだね！頑張った！新しい種も可愛いですね。ジャゴちゃんの方が可愛いよ。咲いているところ早く見たいです。綺麗なお花、マギールさんにも見せたかったな。もう言わないで、ちょっと悲しくなるから。マギールさんのためにも大樹完成させなきゃ。大樹、マギールさんは世界中の養分となってるよ今。そうそう、マギールさんが考えていた大樹に力を与える方法なんですが、どうやら花以外にも、マジ3つやってもまだダメなの。全ての実りを集めたものが必要ということまでは分かったのですが、それが一体何を意味する。全ての実りを集めたもの、野菜5種類ってこと。私必ず答えを出します。分かり次第教えますから、大いに期待して待っててくださいね。分かった。それじゃあビブ、さっきと同じようにまずは設計図が組み上がるのを待つんだ。
最後に君が設計図の場所に命の原木を置けば、この設計図も完成だよ。もうそろそろできてんじゃない？置くだけで OK とかなってないかな。達成と。ちょっと上まで登ってみっか。どこまでできたんだろうね。わ、すごい、めっちゃハートこぼして。すごい、螺旋階段みたいになってんね。まだ終わってないんだ。で、おそらくここの真ん中に、原木を置くだけでしょ？最後って言ってたけど、別に途中で置いても大丈夫だよね。お、99% ってことは。あ、もうできてんのか、これで。これで最後に、ここに、ポンと乗せれば、大樹の設計図2が完成して、めちゃめちゃでけえんだけど。めっちゃ幅取ってんじゃん。よかった、真ん中に建築とかしないで。ここに家建てたらもう悲惨なことになってたね。せっかく建てたのに、みたいな。ミミズン？ミミミン、アミブ！命の原木を置いてくれたおかげで、この設計図も完成したね。あとは、黄色い花の種を咲かせて、大樹に力を与えれば、次の段階に進めそうです。またさっきと同じように植えればいいの？だが、教団の連中が手を出してこないのか。確かにね、こういう完成途中だったらまだ壊しがいがあるだろうし、大樹を作ってるところ、ことも、奴ら知っているはずだ。それは、教団のいつものやり方というやつかもしれません。いつものやり方？完成して、喜びに満ちたところを絶望させるみたいな。私、昔々聞いたことがあるんです。教団はいつも人間に一時の希望を与え、もうすぐなんとかなると思わせる。なるほどね、希望からのさ、絶望、どん底に落とすっていうのを楽しみにしてるってことか。性格悪いな。そこを一気に潰してより深い絶望を与えるんだって。でも逆に考えればチャンスじゃん。はっはっは、なるほどな。面白い。面白くねえよ。確かに楽しそうだけど。趣味の悪い連中だぜ。ますますブッダをしたくなったぞ。シドさん、アビブさん、教団の動きも気になりますが、まずは体重作りを進めましょう。黄色い花の種を植えるのは、まあ、この緑の4箇所でしょ。白い花と同じく命の原木の周りが良さそうです。さあ、アビブさん、命の原木の周り4箇所に黄色い花の種を植えてください。オッケー。じゃあこれをポンコリチョン、ポンコリチョン、ポンコリチョン。これさ、もしなくなっちゃったらさ、積んじゃうのかな。大丈夫かな。よいしょ。さあ、これで4つ植えました。黄色い花を咲かせましょう。白い花大丈夫かな。日当たり悪くなってて枯れたりしない。あれ、ミミズンどこ行った。いたあー、やったね。ミミミン、やったやった、黄色いお花が咲いたね。僕の次くらいに可愛いよ。花か。どことなく弱ちそうで苦手だが、この匂いは嫌いじゃないな。昔、モンゾーラはたくさんのお花で覆われていたそうですわ。島中がいい匂いに包まれていたとか。これで畑までカバーしてくれればなんでかいんだけどな。新しい大樹が完成すれば、島に緑が戻るはずです。そしたら綺麗なお花畑だって、きっと。このね、花が実をなして、種ができればね、どん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 増えていくだろうし。さあ、どれくらいの範囲広がるだろう。うきゃー！黄色いお花から光が！多分3つ目で島全体を覆うはずだから、この村の周りぐらいは覆ってくれるんじゃないかな。ん？なんだこの気持ちのいい風は。爽やかな風か。マイナスイオンに溢れてそうだね。お？ブラックアウト。Now loading。おー！でけえな、もうすでに家の大きさ超えちゃったね。俺も3階建てにしようかな、家。負けじと。洗濯物干す場所をちょっとさ、確保しておかないと。パチ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 、みんな集まってくれて。またもや花の種が大樹に力を与えたようだな。わずかに鎖風を押し返したした様子だ。ほんとわずかだね。若干まだ、畑の部分にも引っかかってるし。キャー！大樹からすっごく爽やかな風が吹いてる。こんな風、今まで感じたことがないよ。俺たち、本当に新しい大樹を一から作ってるんですね。なんか、感動してきたっす。ワオン。よーし、あとはてっぺんの部分を作れば新しい大樹の完成ですね。よし、残り3分の1頑張ろうぜ。残りの花はどこにあるんだろう。全然手がかりでもないけど。それじゃあ、アビブさん、新しい大樹を完成させるための続きの設計図を書いてください。大丈夫？高いから落ちないように気をつけてね。マジで3つに分かれていた設計図もいよいよこれで最後です。じゃじゃーんと素敵なものを書いてくださいね。ここでふざけちゃダメだよ、アビブ。ここはふざけるとこじゃないからね。いくら実況者だからって。最後にふざけて笑いを取りに来るのはダメだぞ。さあ、なんで一番下まで戻ったんだろう。へへへだって。上の方全然見えないんだけど。カメラも移動できないし。さあ、これで、大樹の設計図3を描いた。
うわー、なんか体重っぽくないね、全然。最後もほとんど変わってない感じか。ただの螺旋階段に見えるけれど。材料は一応足りてるのかな。ちょうど持ってきたんだね、あいつら。すげえな、よくわかったな。何個かってよくわかったね、ちょうどのサイズ。なるほど、992もね、ちゃんと集めてきたし、ぴったし。さあ、これでみんなが集まり、また茨に刺さっていくやつら。まあ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 、最後となる三つ目の設計図が書けたのですね。のほー、これはすごい。これを組み上げれば、大樹は完成のようです。素材は全部収納箱の中に入っているし、あとは組み上げていくだけね。さあ、じゃあ俺は三つ目の花か。そうだ、アビブさん、大樹にさらなる力を与えるために必要なものがついに分かったんです。すごいね。どうにあんの？前にお話しした全ての実りというのは、今まで作ってきた5種類の作物の、やっぱりそうなんだ。全ての実りから特別な道具を作って、大樹にあげれば、とてつもない力を宿せるみたいです。特別な道具を作るために必要な素材はお教えします。アビブさんなら作れるはず。じゃあ花はいらないってことね。オッケー。じゃあ、その5つ全部もう実になってるしね。何はともあれ、大樹作りもいよいよ大詰めだな。皆の者、あと一踏ん張りだ。完成を目指して、ひた走ろうぞ。えい、えい、おー、えい、えい、ぬおーいいじゃない。さあ、残りちょっとで頑張ろうぜ。さあ、何をひらめくのかな。ピカ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 。お、風の雫。始まりの一葉と野菜で作った一雫。一葉かな。さあ、じゃあこれ作ってみる。すごそうだね。なんか世界中の雫っぽくていいじゃない。作りましょう。あ、材料足んねえじゃん。始まりの一葉が必要なの。それどこにあるんだろう。それはあれかな、ドルトさんが知ってんのかな。アービブ、体重作りもいよいよ大詰め。我が家たちもやる気に溢れて、お、生命力にも満ち溢れてるね。いいじゃない。どうやら体重の完成には周りに綺麗な水を流し入れる必要がある。あ、綺麗な水あるよ。体重も作物と同様、育てるには水が必要ということだろう。体重なれば水も泥水ではいかん。ああ、じゃあ俺結構早く取っちゃったってことか。ミミズンから聞いた話だが、体重にふさわしい綺麗な水は湿地帯の地下深くになら湧いているぞ。俺一応満たしてたんだけどな。もうなくなっちゃったね。カレッカレになっちゃったね。そこで綺麗な水を探し、水探しをお主に頼みたい。我が家たちはその間に建築を進めておくぞ。ああ、じゃあまた埋めなきゃいけないってこと、周りを。じゃないと水こぼれてっちゃうもんね、あの茨の家に。さあ、まずは地図をよく見ながら綺麗な水を探し、乾きの壺で汲んでくるのだ。もう入ってるよ。そうそう、湿地帯のことはお寿司に協力的と噂のトマト大好き多くに聞くと良いかもしれん。あいつめっちゃいいやつだよね、毎回毎回。地図に目的地が表示された。え、これもう一回行かなきゃいけないの。綺麗な水もう汲んであるんだけど。はい、綺麗な水だよ。どうやら、あ、ダメなのか。じゃあ話しかけなきゃいけないってことね。めんどくせえの。おっすー。おお、人間ども、まだうろちょろしてんのか。ここはお前らの庭じゃねえんだぞ。で、今度はなんだ、綺麗な水でも探してそうな感じ。もう何も言わないわ、君は。未来を予見できるんだね。この島の水は鎖風の影響でほとんど腐っている。だが湿地帯の地下に綺麗な水があるらしい。もう取ってきたよ。さすがの俺もどこまであるか、あ、どこにあるかまでは知らないが、南の沼地の高くなった場所に人間語で書かれた看板があってな。読んでみると手がかりになるかもしれない。もう探索しちゃったよ、先に。血をついてるので、これ読めば完成するかな。よいしょっと。看板に文字が記されている。ここからの飛び込み危険。しかし飛び込む恐怖を超えた先に求めるものはある。なあ、アビブ、この意味深な言葉は何なんだ。ここから飛び降りろってことだよ、そのまんまの意味。ドルトンは湿地帯のどっかに綺麗な水が隠されているって言ってやがったが、それにしてもこの看板、立ってる位置が妙だよな。まるでこの先に何かあるみたいだぜ。こんな汚いところの先にね、あるなんて普通は考えないもんね。あー、マークついてるし。ネタバレしてんじゃん、もうマークで。じゃあもう一回行かなきゃいけないんだね。わかりました。くたびれ損の骨折れ儲けだけど、こっちの先に、私が破壊の限りを尽くした水場があるはずだよ。こっち側の奥、よいしょと。明かり取らなくてよかった。ほら、湧き出ている。汚い水を潜ってみたら、妙なところに出たな。あ？ふんって言ってる。めっちゃ溢れ出てるね。この水、なんだかそこいらにある水より青っぽいぜ。てんてんてん。海水とかじゃないよね。水を、あ、そうやって壺いらねえじゃないかよ、お前。それで素手で持てるんじゃん。お、乾きの壺で水を汲んだんだな。これがドルトンの言ってやがった綺麗な水ってやつなのか。よし、だったらこの水を村に持って帰るとしよう。
後のことは俺は知らない。村に帰ったらドルトンに聞いてみようぜ。オッケー、これでおそらくもう大丈夫ってことだよね。さあ、じゃあ戻りますか。オッケー、ただ来ただけだったな。やっぱ下手に探索すると先のことやっちゃうんだな。さあ、これでどこ、ミミズン、ハビブ、チェコと話して大樹に力を与えるための風の雫をひらめいたんだね。ひらめいたよ。なんだかすごそう。大樹にとてつもない力が宿りそうだね。しかし素材の一つにある始まりの一葉というのは一体。でもきっといつかどこかで見つかるっす。それまで設計図の組み立てを進めるっすよ。そっか、まあ進めないことにはどうしようもないしね。じゃあその間にアビブとシドは最後の、ああやっぱ必要なんだ。三つ目もどこにあんの。湿地帯を西に西に進むと小さな岬があって、西に西にその先の小島に花の種はある。まずはワープで湿地の入り口に行くといいよ。そこにあるオオネズミにも話を聞いてね。わかった、ではお願いします。最後の花の種探してきてください。オッケー、湿地帯か。じゃあ軍隊ガニがいたところらへんなのかな。水撒きます。じゃあお前じゃねえよ、マギールさんをあんな目に合わせるなんて今日だめ、悪の支配者どもめ。これだけか。じゃあ水撒きます。よいしょっと、これで広範囲に水を撒いていけば、つうかさ、階段のところに水撒くってことはさ、これ登るたびにびしょ濡れになんなきゃいけない。クソめんどくせえじゃん。それさ、もう完全に欠陥住宅じゃん。水に濡れないと上に上がれない設計ってどういう設計なんだろう。さあこれで水流して、これでいいのかな。なんか途中で泥水になっちゃうの、これ何なんだろう。よいしょっと、さあこれで水撒いたよ。わはは、素晴らしい、綺麗な水を汲んできてくれたのかな。あとは大樹に登って目印がついてるよ。あ、そっちか、やべえ、こっちにやっちゃった。だって普通さ、木とかって根元に水やるじゃん。あ、上に流さなきゃいけない。マジかよ、そりゃそうだよな、一回濡れないと上に上がれない設計なんてするはずないよ。もう、マジかよ、もう。じゃあ一応、めっちゃ高えな、すげえな。うわ、落ちたら人だまりもないね、これ。これでここに置けばいいんでしょ。よいしょと。で、水を4つのくぼみ。あれ、これでまだ完成してないんじゃない？してるの、これ。命の原木を、ああ、この箇所にやんなきゃいけないよね。この箇所に全部入れて、で、これは、そっちじゃない、危ない危ない、水まくところ。こっち側壊して、ここに置けばいいのね。これで、大樹の設計図3が完成した。いいじゃない。わあ、全然大樹っぽくないね。どっかの家っぽいわ。さあ、これで、いえ、誰、ええー、な、今謎のタッチ、エアタッチ。誰とタッチしたんだよ、お前。で、あ、ここに水を、あ、そういうこと、滝みたいにしろってことか。めっちゃ綺麗になるじゃん。これで、うわ、水浸しになるね、下。水撒いて、これで、わ、すげえ、あ、すごい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 、いいじゃない。ロマンティック。これで、ここから水を流して、え、何箇所にやればいいんだ？あと、下の方にもあるのかな？で、あ、すごい、すごい、すごい。で、下に水が溜まるってことか。あとは、ここ？ここにも水をまいて、ここか。で、水を、バシャリン。じゃ、これで OK？ さあ、4箇所に水まきましたけれど、残りは、もう終わりだよね。お、来た来た来た。うわっ！大樹に綺麗な水を流し入れてくれたのかな。これは凄まじいぞ。永久に湧き続けるんだね、これは。近くでは分かりにくいかもしれんが、水をたたえた大樹はなんとも美しい。心まで現れるようだ。このようなものを作るとは、我が輩はお主を誇りに思うぞ。父として、兄として、時に母としてな。やっぱり立場は上なんだね、全部。ところで、アビブ、まだここだけの話だが、何？誰もいないから大丈夫だよ。内緒かな。すべてが終わったら、我が輩はお主の、は？村長になるとか言ってたじゃん。共に緑を作る仲間としての。まあ、人数が増えるのはいいけどさ、この町どうすんだよ。誰も残んねえじゃん。アビブ、遠慮はいらん。モンゾーラから出るときは、絶対必ず我が輩に声をかけてくれ。選べるとかじゃないよね。ランダムじゃなくて、ストーリー上絶対連れていかなきゃいけないのかな。おっと、そうそう。設計図の仕上げとして命の原木を4つ、お主の手で置くのを忘れるではない。あ、もう置いちゃった先に。これでクリアと。なるほどね。ちょっと遠くから見てみたいな。どんな感じになるのか。わ、すげえ！めっちゃ光輝いてる謎の煙みたいなのか。あ、でも水いいね、これ。こういう建築作りてえわ。高いところからこうやって落とすみたいな。へえ。タワーマンションみたいなのも作ってみたいな、今度。
今度の街ではそういうもの作ろっか。いや、いいじゃない。こういうところ。あ、めっちゃ流れてるね、ちゃんと。いいじゃん、いいじゃん。どっちにしてもやっぱりここ水浸しになるんだ。なんだよ。じゃあよかった。やっぱり欠陥住宅だったんだね。じゃあ、残り最後の種。花の種を取りに行きますか。おっすー。チュッチュッチュッ。人間なんだかすごい育て中ね。もうずーっとこの色なんだよ。もう円弧なんかさ、やめてほしいな。だけど、ほんの少しだけいい風が吹いてる気もするっちゅ。まさかこれは名役を果たすときには知ってるんだ。この湿地帯を西にずっと進むでちゅ。日が遠くなるくらい。ああ、結構遠いんだろうな。すると海に行き着くでちゅ。海に向かって南に進むと浅瀬があって、その先に岬がある。やっぱじゃあ、あの軍隊狩りの奥ってことだね。せっから思いっきりって飛べば人間の長老が花の種を隠したという小島につけるっちゅう。じゃあ人間自体はもう生きてないってことね。隠してあると。人間オネズミは人間を応援してまっちゅ。名役を果たし島に緑を取り戻すでっちゅ。ありがとう。じゃあこっち側行ってみますか。見つけてみましょう。あれ、ここでいいのかな。看板とかないよ。なくて大丈夫なのかな。なんか高さ的に全然届かなそうだけど、岬と言ったらここぐらいしかないしね。やべえ、魔法タレット落とされた。じゃああっち側行ってみっか。ほっ、よいしょ。ちょっとまたトラウマが怖いから、行けるかな。行けるけど、どっか着地できそうなところ。ああ、普通に登っていくだけでいいのか、これは。じゃあ簡単そうだね。あいつ出てこないよね。この間ちょっと貝をゲットして、上登ってみっか。お、焚き火。え、誰がつけたの。つい最近まで誰かがいたってことだよね。ここにある。よいしょと。名役の桃。あ、こっから飛べってことなのね。あ、なんだ。じゃあ、え、どっちだろう。桃色の花は生命のきらめき。きらめきは岬より先のうちに。これ、ブロック置くとかって多分不思議な力で弾かれちゃって、泳ぐと、強いやつがいるから、これをつかなきゃいけないってことか。なるほど。さあ、あそこの光があるところ、ちょっと高いから届かなそうだけど。あ、届きそうだね、随分と。結構でかい島だぞ、これ。着陸と。うわ、懐かしい BGM。あー、軍隊アリがいて、奥に何かあるって感じだね。うわー、ちょっとトラウマ BGM やめてほしいな。さあ、じゃあこっちの奥行ってみますか。これドラクエ5だっけ？よいしょっと。あのさ、捕まってる時を思い出すよね。青年期の。あー、たくさんいる軍隊アリが。こっち側で、この BGM すげえ長い時間聞いた記憶があるもん。そう、こいつは仲間呼ぶからね。あそこのオレンジ色の水みたいなのは何だろう。カーキの壺でゲットできないから。よいしょっと。こいつらの小麦の種持ってる。主食が小麦の種だ。オッケーっと。入っても大丈夫。毒ダメージがあるとかそういうわけだな。あ、でも綺麗な土が生えてんじゃん。ってことは、ここはまだ汚染されてないのかな。島からちょっと離れてるから、大丈夫なのかな。うわ、いるいる、めっちゃいる。回転切りで、よいしょ、一気に仕留めるのがいいんでね。オッケー。回転切りでもな、回転切りやるよりも普通に連打して殴ってた方が、開始の一撃これ出やすいからさ、普通に早く倒せるんだよ。回転切りあんま使わなくなっちゃったな。まあでも軍隊アリみたいにあえて仲間呼ばれてめんどくせいって時は、でも一振りで倒せるじゃん。それを考えるとやっぱり普通に殴ってた方が強いんだよ。毒針の効果もあるしね。もうめっちゃいいんだけど。うわ、やば。なにこれ、かっけえ。あ、スライムがいるよ。こっち側の奥は。あ、宝箱あった。よかった、見逃さないで。なんだ。お、怖い。なんで肥料がこんなところに入ってんだよ。まあでも肥料作るの大変だから、素材結構必要だから。まあ、ありっちゃありか。小麦使わなきゃいけないしね。さあ、約束を守らなきゃね。もしかしてライアンのあのスライムじゃないの。あれ、人間じゃないか。人間がどうしてこんなところに。何これ、結晶。あ、水か。へえ、君はビルダーなんだ。新しい大樹に力を与えるために花の種を探しているんだね。そうだよ、この島には人間が住んでいたんだ。鎖風から花の種を守るために。でもその人間はずっと昔に死んじゃった。人間の寿命は魔物より短いからね。その間ずっと守ってたってことか。絶対守れないよね、スライムだったら。僕はね、その人間に頼まれて、君みたいな人間を待っていたんだ。よくさ、俺の言葉を信じるよね。嘘ついてるとか思わないのかな。島の人たちは、ビルダーが島に絶望をもたらしたって信じてたけど、僕はそうは思わない。
花の種は僕の後ろの滝、あ、滝の裏なの、あ、この墓の中に入ってるのかなと思ったけど、滝の裏なんだ。約束は守らなきゃね。そうだね、ちょっと待っててね、この下になんか絶対入ってるって知ってんだよ。そう、肝心の素材が取れないんでしょうがないわな。まあそれ以外はいただいていくとして、さ、滝の奥って言ってたけど、あ、めっちゃわかりやすいとこにあった。もっと洞窟みたいになってるかと思ったけど、これで桃色の花の種を手に入れた。大丈夫？枯れてない？種でも枯れるんじゃないの？それが最後の花の種か。これで3つ全部揃ったな。さあ、アビブ。町に戻る前にもう一度あのスライムに話を聞いてみようぜ。一応話さなきゃいけないんだろ。多分話さないとフラグが立たないだろうし、しょうがないか。おっす。あ、これ水で登れる階段システムとかもいいかもしれないな。約束は守らなきゃ。そうだね。ビルダーさん、花の種を手に入れたんだね。これで迷惑の花の種は全部だよ。ついに新しいビルダーに3つの花の種を渡すっていう三種族の迷惑が果たされたんだ。よく残りの2つ手に入れたって知ってたのよ。グスン、僕、人間でも、オオネズミでも、リリパッドでもないけれど、なんだか嬉しいよ。そうだよね。3種類のさ、種族の迷惑だったのに、スライムはね、入ってなかったのに、ちゃんと協力してくれたんだよね。それだけ人間が好きだったってことか。昔、島には何もなかったんだけど、どこからともなく現れたビルダーが最初の大樹を作ったんだって。そのおかげでモンゾーラは実りの島って呼ばれるほど発展したってわけさ。でも大樹を作ったビルダーも恵みをもたらしたかつての大樹もいつの間にか悪者にされちゃった。僕知ってるよ。こういうの皮肉って言うんでしょ。難しい言葉知ってるね、偉いね。古のビルダーは大樹を作った後次の島に渡ったらしいけど、一体どんな人だったのかな。あー、じゃあ追いかける形になるのかな。モンゾーラに行ったってことかね、ビルダーは。そこになんか電気とかあるかもしれないね。そっか。じゃ、この島は他に何かあるかもしれないから、ちょっと探索してから戻りますか。ビルダーパズルあるじゃん。これは水を出して、壊せばいいってことかな。水を、やんいしゃった。で、たっぷり出して、で、ここを壊せば、OK だよね。で、満たされて、完璧。よかった、探索しといて。ここだってもうさ、探索しなかったら二度と来る場所じゃなさそうだしね。よかったよかった。ただいまー、持ってきたでー。今度はどこ植えりゃいいんだでー。死ねーな、あいつ。お、いたいた。そこでハマってんのかよ、お前。水に埋められてハマってんじゃねえか。しかも水こっちに漏れてるし。もう最悪だよ、もう。ミミズ、何してんの？アビブ、桃色の花の種を見つけてきて、来たんだ。これで3つの花が揃ったね。これを一番上に植えりゃいいのかな？やっぱりビルダーは島に希望をもたらす存在だ。古のビルダーも、君も！すごいね。ビルダーがすごいねって。絶望を振りまくという話は、教団の嘘でした。絶望を作っていたのは、教団だったんです。だが、やっぱり気になるな。どうして島の連中は、そんな話を信じたんだ？まあ、小さい頃からずっとそういう教育を受けてたんじゃないの？古のビルダーが来て、かつての大樹を作るまで、この島には、何もなかったんだ。何もなかったんだ。ビビズンだった。何もなかったんだけど、みんな平和につつましく暮らしてた。でも大樹ができて人間は変わっちゃった。そっか、生活が便利になるとね、どん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 欲を出してきちゃうもんね、人間というのは。そっか、その話私も聞いたことがあります。作物や土地をめぐってたくさんの争いが起きた。怖いことや悲しいこともたくさん起きて。じゃあそのビルダーが不幸をもたらしたっていうのは全くの嘘ってわけではなかったんだ。ビルダーのせいではないけれど、この大樹のおかげでみんなが争うようになってしまったと。だから教団は大樹を壊してこう言った。大樹を作ったビルダーこそ島に絶望をもたらした悪だと。そういう風にしとけばね、自分たちの罪も少なくなると思ったのかな、人たちは。ちっ、そんなことがや、くだらない。誰かのせいにしとけばね、そいつのせいになるし。大樹が枯れて絶望したのは、そいつらの勝手じゃないか。チャコやポンペ、ヒゲ、今の島の連中はみんな立ち上がった。むしろビルダーとして、ものづくりに目覚めたんだ。起きたことをどう受け止めるかは、自分次第だろ。かっこいいこと言うじゃん、シドくん。どんどん成長していくよ、シドさん。私も、そう思います。チャコちゃん、シドくんに惚れちゃダメだよ。惚れていいのは俺だけだよ。全然見えねえけど、水で、さあアビブさん、大樹の完成はもうすぐです。設計図が仕上がったら花の種を植えましょう。もうできてるよね、おそらく。達成。
これで一番上まで上がればいいと。これ水をさ、登ってった方が早いんじゃないこれって。あ、上まで行けないこれもしかして。行けるよね。ウィーンウィーンと。螺旋階段上がるのめんどくせんだよ、これ。あ、そこまでしか水がねえのか。じゃあ上がって、ほんと高くなったね。うわ、目回るわ。じゃあここに植えていきます。ピンクの花を植えましょう。植えま、あれ、うんうんしてる。植えましょう。植えましょう。植えましょう。オッケー。すごいアビブ、命の原木を置いてくれたおかげで最後の設計図が組み上がったね。あ、そっか、このやりとりをやんなきゃいけなかったのか。ああ、私は信じられません。一心不乱に畑の柵を壊そうとしていた私がこんな巨大なものを作ってしまうなんて。そういえば出会いはそんな感じだったね。ここまで長い道のりでした。いよいよ新しい大樹の完成ですね。ワンワンワン。さあ、最後の仕上げです。てっぺんにある命の原木の隣に桃も植えちゃったよ。もうなんで、なんでなの、いつもタイミング悪い。ありがとうアビブ、桃色の花を咲かせ、あ、もう咲いたんだ。とってもいい匂いがするね。ここまで匂い届くんだ。相当すごい匂いだね。これでお花も3つ揃いました。大樹は全て完成したと言ってもよろしいのでは。はい、ついにここまで来ました。どんなにこの日を夢見たことか。ちょっと上がらない君たち、水の中入ってない。ジャコ、今だから言うが、お前のことすぐに音を上げるんじゃないかと思ってたんで。そうだね、最初は頼りなかったよね、見た目。シドさん、言ったじゃないですか、島に緑を取り戻すことは私の夢だって。夢がたくさんあったんだね。それにマギールさんも言っていました、夢を諦めちゃいけない。もうマギールさん、ほんと名言のオンパレードだったよね。生き返ってくんねえかな。大樹の新しい命を 宿してさ、蘇るとかそういうイベントないの。ふん、夢か、夢夢、うるさいやつだ。シド君には夢ないの。とにかく僕たちついにやったんだ。これで新しい大樹が完成するはずだよ。お、でお料理を手に入れて達成と。これでいいの。さあ、でも花が生えたってことは大樹もできたんじゃないかな。全員集まってきてタイミングよく。お、わーだって。示し合わせたかのように。これで大樹が完成。わー、トゲが見える、呪われてるみたい。で、うわー、新しいお花が大樹に力を与えてくれたみたいですね。全然見えなかった。ん、どうしてシド君、なんだこれ、心地いい風を感じるぞ。え、なに、周りはね綺麗になってないけどね。お、これで大樹が完成し、わー、めっちゃ広がってる、めっちゃ広がってる。あー、でも島全体を覆うほどではないのか。まあ完成したばかりだからこれから成長するかもしれないしね。さあ、完成したということは基盤番号来るんじゃね。うかー、ここここれで新しい大樹が完成したんですね。うむ、大樹から吹く風が鎖風を押しやり、周りに新たな緑も生まれたようだ。そうだね、土が全部あの泥から綺麗な土になってるんだね。こんなでかいものを一から作り上げるなんてすごいじゃないか、アビブ。みんなが手伝ってくれたからだよ、多分。でもっす、この大樹にはまだまだ底知れない可能性を感じるっすよ。今こそ、あ、そうだね、風の雫の出番なのではないか。それがあれば大樹に力を与えられよう。でも材料が足りないんだよ、どこにあるの。はい、きっとこの木に風の雫を振りまけば新しい大樹が産声を上げるんです。マギールさん、もしかして。だが素材になる始まりの一葉がないんだろう。素材がなきゃ作れないぜね。レアアイテムっぽいし。多分だけど、始まりの一葉っていうのは島の総督。なるほど、目的が一致したね。一石二鳥じゃないか。ヒバ番号を倒せばいいんだ。うむうむ、あやつはマギール殿の仇でもある。やはり倒すしかあるまいな。どこにいるの、ヒバ番号は。やってきてくれるかな。お、来た。キャー、ここ、これは一体、これで敵が攻めてくるぞ。いいじゃない、ちょうど迎え撃つはずが、あ、じゃあ迎えに行くはずが来てくれたぜ。ありがたいね。アビブ、この気配は間違いない。ヒバ番号の軍勢が攻めてきたみたいだね。そうだね、また暗くなってきたね。向こうから来てくれるとは好都合だ。一石二鳥だね。まずは配下の魔物どもを蹴散らすぞ。なんで配下の魔物ども、あんま言えない、魔物どもから来るって分かったの。どうだ、戦いの準備はいいか。そうだね、最強装備だし HP も大丈夫だし OK。 よし、大樹完成の前祝いだ。暴れてやろうぜアビブ。トムライ合戦倒してパーティーしようぜ。二次会始めよう。さあ行こう、バトルスタート。モンスターを倒せ。みんなで戦ってくれるかな。ちょっと待って、なんでそういうところで立つのみんな。じゃあカニ食べて戦っていきますか。おら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 、お前ら変わり映えしないメンバーだな、この野郎ら。全然余裕なんだぜ。やばい、眠って
ってしまったら、やっぱりラリフォー軍団から出さないと。よいしょ。数は多いけれど全然、てか50人もいんの。やべえな、これ。これはちょっと体力で持つか分かんないけど。ただ全然ダメージ受けないね。さあ、第2陣。これは雲から行こうか。こいつら麻痺攻撃してくるんで、先に倒しとった方がいい。あー、しびれた。待て。しびれるとめんどくせえんだよな。結構麻痺の確率が高いから。ポケモンを見習ってお願いだから。ちょっと一番最新作のポケモンのしびれを見習って、ちょっと、あんまり頻繁に麻痺らないようにしてくれよ。行動不能っていうのはね、ちょっと強すぎるよ。よいしょっと。で、倒していく。あとは骨だけ。全然ダメージ受けないよね。こっちの回復量の方が上回ってんじゃん。さあ次。めっちゃ来た。これはちょっとラリホー軍団から俺が攻めていって、いいね、開始の一撃。気持ちいいね。これさ、開始の一撃が出るたびに、コントローラーのバイブレーションが震えるんだ。これがまた気持ちいい。すげえダメージ受けてるぜ、みたいな感じがあって。よいしょと。いや、すっごいな、もう入り乱れて。魔法、危ない。よいしょ、あとはあいつらだけ。魔法軍団、上な距離取って。この野郎、邪魔なんだよ。アロインくんもいたのか。全然気づかなかった。よし、これで倒した。あとは骨だけ。オッケー、第3陣、これが最後かな。うわ、でかい、でかい猿が来た。魔法系がいるから、魔法系から。よいしょ、遠距離攻撃されるのが一番辛い、だるいからね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、あのナメクジはラリホー使うのか。あいつも倒しようかないね。魔法系倒して、オッケー。で、これを倒せばヒボアマゴ戦でしょ。絶対倒すぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。さあ、で、もう、あっちへこっちへ行ったり来たりだな。オッケー、ナイス。毒針が決まるといいね。ケツにぶっ刺す細いの。よいしょと。オッケー。さあ、こいつのケツにも。みんなケツぶつけてくんだけど、俺。なんなの、こいつら。よいしょ。そんなに刺されたいのか、お前。そういう願望があるんだよな。刺してやるぜ、この野郎。創生ボネズミが見守ってくれてるから。よし、これで最後。倒した。出てくんじゃない？ヒバ番号。出てこないのかな。お、なに今、びっくりした！なんか潜ったかと思った。バージョンコンプリート。イエース！茨の周りで暴れないで危ないから。さあこれでまた敵が攻めてくるぞ。いよいよヒババンゴ戦か。ちょっとお腹食べておいて、ハートも取って、じゃあ行こうか。シドウくん、ザコどもはぶっ倒した。いよいよヒババンゴの野郎が来上がるみたいだぜ。やつを倒せば教団から島、教団を島から追い払えるはずだ。きっと始まりの一鳩やらも手に入る。持ってきてなかったらどうしよう。胎児や家が壊されても我が輩たちが修復する。思う存分戦おうぞ。めんどくさいから壊さないでほしいな、マジで。よし、やってやろうぜ、アビブ。ヒバ番号をぶちのめす準備はいいか。完璧。頑張ろうぜ、みんな。今までの全ての力を集結し、打ち倒してやろう。その時を待っていた。奴は、俺が必ず倒す。こいつらと、マギールのためにそうだね。復讐を果たそう。奴を倒して、島に緑を取り戻すんだ。行くぞ、アビブ、行こう、最終決戦。